菅原洋介は、北海道江別市出身の日本のもと、プロバスケットボール選手、兵庫県警察官である。現役時代のポジションは、ポイントガードシューティングガード。北海道江別市出身。4歳でバスケットボールを始める。江別市立中央中学校を卒業後、東海大音校に進学。 早稲田大学進学後は首相を務め、卒業後、ABA のサンノゼスカイロケッツに入団。2007年、JBL 主催のトライアウトに参加。レラカムイ北海道に第1号選手として入団。ヘッドコーチの東野里美の方針で、トヨタ自動車アルバルクから移籍してきた桜井良太がポイントガードに転向したことと、 同じくトヨタから遺跡のベテランシューター折も竹彦がいたことで出場機会に恵まれず全35試合中27試合先発で出場したのはわずか1試合だったシーズン終了後退団。2008年 BJ リーグドラフトにて琉球ゴールデンキングスより全体3位指名を受け入団2008から09レギュラーシーズン52試合中45試合に出場 プレイオフでは控え選手として全4試合出場し BJ リーグ優勝に貢献した。2010年11月に開幕する米国プロバスケットボール独立リーグ ABA に同リーグへ日本から初参戦する静岡ジムラッツの一員として参戦する。菅原は6年の ABA さんのゼスカイロケッツ以来2度目の米国リーグ参戦となる。チームは ロサンゼルスを本拠地に11月中旬から来年2月まで公式戦20試合を行った。2012年琉球ゴールデンキングスに復帰。2012から13シーズンはレギュラーシーズン52試合のうち44試合に出場し、出場時間489分1試合平均2.3得点を記録した。琉球との契約はこのシーズン限りで満了となり、 次の2013から14シーズンは、大阪へベッサに所属して46試合に出場した。2014年オフ、群馬クレインサンダーズに移籍しその後氏が、レイクスターズーリーグで2年間プレート、チームに貢献し、さらに移籍というところで、警察官に転職。警察官の試験を合格し、引退を選ぶ。2019年4月に、兵庫県警察に採用され、 同年4月10日に、芦屋市内の警察学校に入校。入校式では、先生を読み上げた。ありがとうございます。